統一指数による能力偏差値が優秀な本命馬を紹介していきます。全レース、全馬の指数グラフと本命馬は、この動画の説明文に公開先のリンクを掲載していますのでご利用ください。船橋競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは、10レースの1つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは、5レースの、 1>, 1つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。船橋競馬、10レースの本命馬から解説していきます。本命馬は、1枠1番、ランペロニキです。この馬の偏差値ランクは、S ランク、勝利確率は52、52%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで、本命馬の能力と、 との力関係から見ていきます金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは2走前の指数の76で連帯目安の黄色線を20に上回っています一方最低の指数となっているのは5走前の指数の58で黄色線を4上回っています本命馬の能力は相当高いです他のの有力馬との 能力比較を行いますまずは対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えますこの馬の最高指数となっているのは2走前の指数の55で本命馬のピーク指数に対して21下回っています最低指数に対しては3下回っていますこの馬の逆転の可能性は低いです次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます この馬の最高指数となっているのは、5走前の指数の55で、本命馬のピーク指数に対して21下回っています。最低指数に対しては3下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます。 距離適性から見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1 6 0 0メートルとなります。指数がピークとなっているところは、2走前は紫の丸が1600、1600は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開は、ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、 2走前はオレンジの四角が鼻を切っての競馬です鼻を切って逃げが必須のタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は48で2位です上がり指数は28で6位ですまずまずの先行力で逃げられそうです以上より本命馬の適正は距離適性と展開面が高評価できます適正面のリスクは低そうです 以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬に逆転の可能性は低そうで、リスクは低いです。適正面のリスクは低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は52%と申し上げましたが、それ以上の勝利確率を望めそうです。推奨の本命馬として最適です。次のレースを読み込んでいい。きます。しばらくくお待ちください 大井競馬から推奨レースを紹介します。本命馬の偏差値ランクが S ランクのレースは7レースと8レースと11レースの3つのレースとなります。本命馬の偏差値ランクが A ランクのレースは6レースの1つのレースとなります。S ランクの本命馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。大井競馬11レースの本命馬から解説していきます。本馬は 5枠5番シャル夫人です。この馬の偏差値ランクは s ランク勝利確率は5。6%を見込んでいます。まず、本命馬の指数、グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。均等で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2。走前の指数の9。2で連帯目安の黄色線を16上回っています。 一方、最低の指数となっているのは、3走前の指数の23で、黄色線を53下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、1走前の指数の80で、本命馬のピーク指数に対して、10に下回っています。 最低指数に対しては5。7上回っています。この馬にすべての条件が揃えば逆転の可能性も多少はあります。次に黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4。走前の指数の8。1で本命馬のピーク指数に対して11下回っています。最低指数に対しては5。8上回っています。この馬に全ての条件が揃えば。 逆転の可能性も多少はあります以上より他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1600メートルとなります指数がピークとなっているところは2走前は紫の丸が1600 1600は適距離です。展開面を見ていきます。レース展開はハイペースを予測しています。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2走前はオレンジの四角が花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は62でトップです。上がり指数は 三十三で八位です。楽に逃げられる高い先行力を持っています。以上より、本命馬の適性は、距離適性と展開面が高評価できます。適性面のリスクは低そうです。以上の分析をまとめますと、タバとの力関係からは、他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり、若干のリスクはあります。適性面のリスクは低そうです。冒頭。 この本命馬の勝利確率は56、56%と申し上げましたが、そのくらいの勝利確率は望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。名古屋競馬から推奨レースを紹介します。 本名馬の偏差値ランクが S ランクのレースは1レースと7レースの2つのレースとなります。本名馬の偏差値ランクが A ランクのレースは2レースと5レースと8レースの3つのレースとなります。S ランクの本名馬のいるレースを紹介していきます。それでは指数グラフに切り替えます。名古屋競馬7レースの本名馬から解説していきます。本名馬は2枠2番ノクターナルです。 この馬の偏差値ランクは S ランク勝利確率は48%を見込んでいます。まず本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。金層で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは1層前の指数の37で連帯目安の黄色線を13上回っています。 3走前の指数の25で、黄色線を1上回っています。本命馬の能力は相当高いです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の36で、本命馬のピーク指数に対して1下回っています。最低指数に対しては、11上回っています。 この馬に好条件となれば、逆転の可能性があります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、5走馬への指数の24で、本命馬のピーク指数に対して13下回っています。最低指数に対しては1下回っています。この馬の逆転の可能性は低いです。以上より、他馬との力関係からは、他の有力馬にも、 逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適性から見ていきます距離は紫色の丸です今回は1500メートルとなります指数がピークとなっているところは一層前は紫の丸が1500 1500は適距離です展開面を見ていきますレース展開はミドルペースを予測しています 一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところは一層前はオレンジの四角が6番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです先行力分析シートへ切り替えます先行力は25でトップです上がり指数は33でトップです高い先行力と上がり指数でちょい差しが効くと思われます 開催場適性を見ていきます地方の出走では中央より指数を上げています以上より本命馬の適正は距離適性と展開面と開催場適性が高評価できます適正面のリスクは極めて低そうです以上の分析をまとめますと他場との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります 適正面のリスクは極めて低そうです。冒頭、この本命馬の勝利確率は48%と申し上げましたが、それ以上の勝利確率を望めそうです。推奨の本命馬として最適です。次のレースを読み込んでいきます。しばらくお待ちください。 門別競馬から推奨レースを紹介します本命馬の偏差値ランクが s ランクのレースは本日ありません本命馬の偏差値ランクが a ランクのレースは7レースの1つのレースとなります a ランクの本命馬のいるレースを紹介していきますそれでは指数グラフに切り替えます門別競馬7レースの本命馬から解説していきます本命馬は4枠4番モーニングコスモスです この馬の偏差値ランクは a ランク勝利確率は3。5%を見込んでいます。まず、本命馬の指数グラフで本命馬の能力と束との力関係から見ていきます。近走で今回の競争条件に近いレースでの最高の指数となっているのは、2。走前の指数の36で連帯目安の黄色線を20上回っています。一方最低の指数となっているのは？ 5走前の指数の5で、黄色線を10下回っています。本命馬の能力は、まずまずです。他の有力馬との能力比較を行います。まずは、対抗丸を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、4走前の指数の24で、本命馬のピーク指数に対して、10に下回っています。最低指数に対しては、19上回っています。 この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。次に、黒三角を打った馬の指数グラフへ切り替えます。この馬の最高指数となっているのは、2走前の指数の14で、本命馬のピーク指数に対して、20に下回っています。最低指数に対しては、9上回っています。この馬にすべての条件が揃えば、逆転の可能性も多少はあります。以上より。 他ばとの力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります次に本命馬に適正面のリスクがないか見ていきます距離適正から見ていきます距離は紫色の丸です今回は 1000m となります指数がピークとなっているところは2層前は紫の丸が10001000 1000は適距離です展開面を見ていきますレース展開は ミドルペースを予測しています。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところは、2層前はオレンジの四角が2番手からの競馬です。後位からの競馬が良いタイプです。先行力分析シートへ切り替えます。先行力は、7で3位です。上がり指数は、マイナス4で9位です。平凡な先行力で後位につけられないリスクも若干あります。以上より、 本命馬の適適適はは距離適正が高評価ででききますす面に大ななリスクはなさそうです以上の分析をまとめますと他馬との力関係からは他の有力馬にも逆転の可能性が多少あり若干のリスクはあります適正面に大きなリスクはなさそうです冒頭この本命馬の勝利確率は35%と申し上げましたが もう少し高い勝利確率を望めそうです。推奨の本命馬としても問題なさそうです。